はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。超巨大ボスバトルオルゴデミラですね。前回の続きからいきたいと思うんですけども、レベル16ですね、レベル15では私のパーティーはね3回で討伐という感じになりました。16でも3回できるのか、果たしてはたまた4回なのか。一応4回分の鍵を持ってきましたけども、やっと貯めれたんでね、早速いきましょう。あとね、技が行動パターンがね、オルゴデミラのパターンが変わってるとか、そういったのも見れるかなってとこですね。最初 80% 削れるかが心配ですね、もうね。削れないんじゃないと思ってるんですけどね。はい、行きましょう。結構もうゴリゴリで行かないと、削れないんですよね。ここ守備ダウン入ってくれると嬉しいけどね。封じメタ。1100。よし、守備弾ナイス。桜吹雪1545。まだ 1% だからね、削れてるのね。はい、2700。あとね、ゴッドライダーがね386、結構食らうね。ゴッドライダーが、そうそう、限界を感じているので2139。マリフェリ優秀だよね。違う、こうだね。天使、でこっちのアンチ行って波動受けないようにすると、ナイス守備ダウン。桜吹雪ナイス。いいよ、大コマル、大コマル強い。無課金の星ですよ。3210。もうキーファも無課金の星ですよ。素晴らしすぎる。バギクロス、下がって天使ですね。はい、封じメタ。おお、いよいよ、すごい、3段階下げましたよ。2592。88か、来てる。これいけるかもしれない。メラストライク。3700。444。CCC ですよ。はい。このマス目がどうだ。どうしようかな、これ、攻撃しながら行かないとまずいんで、ちょっと待って、マリベルより先オルゴデミラ動いた。バギクロス、ここ大丈夫ね。どうしようかな。天使。いっとく。猫招き。いや、これ 80% 削れるか、これ。いや、やっぱオルゴデミラの先だな。83。バイクロス。
いや攻撃しないと削れない。天使待機猫招き、おギリギリいけるか、メラストライク、おっ OKOKOK ギリギリ、よし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 、え、ちょっと待って、どんななってんのこれ、沼消えないの、なんかすごいことになってんだけど、え、これえ、沼消えないのこれ、ちょっと待ってよ、どっか狙えとこない？いや、メラミじゃきついな。いや、選べないな。1万。あー、さよならマリベル。この沼の消え方は合ってんの？これで。ここは全力で行くか、どっちみちもう持たないので、フジメッタ、はい、7850、猫招き、はいはい、無双斬、500、さあ7ターン目、どうしようかな、桜吹雪、もう削れるだけ削っとかないと、あー倒せるか、2段目、あー、まだ落とせる、で、大小丸がどこまで倒せるかだね。ここは範囲で行きたいけどない。大小丸倒せるか？こうして、うわー倒せないか。ゴッドライダー、これはやっていき、うわ抜群だ、
まあまあいいでしょう、これでいいでしょう。行く、メラストラ行く。もう一回、もう一回弱点攻撃したい。うわ、1700か。キーファはレップザン900 これがダメですね。とりあえず1回戦目で 61% まで来ました。さあ2回戦目 61% からの続き、どこまでいけるか。戦い、さっきはね守備団入ってくれたから結構良かったんだよね。あ、でもあれか、最初 80% まで体力削れだから、ここはいいかもね。いやー、それにしてもあれだ、マリベルより早いんだ、オルゴデミラ。バイクロス、だからそうなると沼との兼ね合い、沼が消える前に必殺打ち込まなきゃいけないんで、場所取り悪いよね。守備団、守備団、あー守備団ないか。天使、50%、やっと 50% か。早く弱点が出てほしい。どうしようかな、ここは回復入れよう。まずい、めった600、全然だ、1000いかない。
マリベル下がっとこうかな。 MP がもうないんで、ここはもう回復連打かな。回復してきたね。123打っちゃうとあれが足りないんですよね。どうしようかな。マリベル回復させたい。あ、まずいか、自分がまずいか、これこれいつあれ来んの、弱点の。あ、これこっちでよ、バギクロス、打っておけ。ここは戦いでいいんですよね。戦いで、あー、ゴッドライド耐えれるかな。耐えらんないだろうな、これな。回復のは良かったね。海の川、あー、セラフィーが落ちた。あー、ちょ、ん？え、マジ？うっそ。これどうしよう。これ、でも、あれだな。いや、おぞましい、ずるいな。あー、やっぱ打っとけばよかったですね。いや、もしかしたら弱点が出るかなと思っちゃったんで。いや、次これ32%も厳しいんじゃない。いや、あそこのおぞましいはずるいわ。覚えとこうか。おぞましい来るんだな。あ、ちょっと待って、おぞましい来んでね。え、おぞましい来たよね。おぞ
ぞましい来るから下がろう。おぞましい来るよね。あ、ずるくない？うん、その後？この後だっけ？おぞましい。おー、あぶねー。よし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 。行こう行こう、もう。ナイス！怒りの魔力暴走。これ出て、あ、どうしようか。いや、回復だな。なんせ回復だ。火力が落ちても、弱点の時にいないと意味がないんで、そこにその一撃にかけたいよね。みんな揃っててほしい、その時に。ラストライク。またおぞましいやってこないよね。25% まで。よし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 。バギクロス。いやでもこれ、はい、あ、ちょっと待てよ、ここ行っちゃまずいのか。あー、まあそっか、あ、弱点の場所によるもんね。1個前出てきたよね。沼消えてくんないかな。消えないね。よし、ファイアバード9704。よし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 。天使。狙えないな。狙えないね。スラッシュ届かないもんな。いやー、しょうがない。これは。悔しいな。で、猫招き4200。いいよ、 11% まで来た。皆無双山、これがダメージあんま入らないんだよな。もうちょっと1万ぐらいいってほしいんだけどね。8%。沼消えてよ、沼。下がって、これおぞましい来るかな。ちょっとね、おぞましい来そうだから下がりましょう。いや、キーファがダメだ。キーファがダメだ。生きらんないキーファ。キーファだけ突撃するか。よし。下がっておく。
切り裂け突撃します。おとましきたらどうだ。この形になるとおとましくんのかどうか。ずるずるずる、ずっと沼地が出てる。あーっと、あーそうなんですね。じゃあ攻撃入れちゃった方がよかったね。あと 5% 削れるか、うちで。で出て天使削れないでしょうね。でメラストライク、で大駒で行って、影縛り、あーまずい。10杯か。いや、いつおぞましいが来るかなんですよね。削ってるから OK なのかな。いやでもマリベルはちょっとね MP 残しておきたいな。でもあの波動来るよね。これ行くか。ここは行きましょうか。あと2パー、あと 2% か。あと 2% だったら行っちゃってもよかったな。 1% まで来る。あと一旦耐えれれば。よし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 。さあ頼む。なんか打てないけど、メラミ。よし、ギリギリ。向こうのね行動パターンがわからないってのもちょっとね厄介なとこですけどね。500枚レベル16は500枚で、私のこのパーティーだと3回戦で倒せるという感じですね。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。